キレン山脈、キレン山脈は中国の主な山脈の一つ。製造高原の北縁、寒粛と青海にまたがり、西はアルチン山脈に接し、東は乱州の交流山に至り、南はチャイダム盆地と大御湖にあいつらなる。山脈は西北から東南へ走り、通常の並行する山脈よりなり、平均海抜4000メートル以上。 長さ2 0 0 0トル、幅200から5 0 0トル。平原下国が山地面積の3分の1以上を占める。手法は、キレン山。一部には、氷河も発達させた、氷河をいただいた6 5 0 0ル級の広報が、連なり、火星回廊のオアシスト市群、部位、町駅、主線、トンコを潤す、内陸河川の水源となっており、黒川などの源流にあたる。 キレン山の名の由来は古代の郷土まで遡る。郷土語で、キレンはすなわち、天の意であり、キレン山は、天山と名付けられたのである。火星海廊の南にあったためかつては、南山と称されていた。東大の詩人、李白の名月で天山、総帽雲海間長風域万里、武器土玉門関の中の天山は、キレン山を指す。 山脈にある氷河は誘拐が進み衰退傾向にあり、交代のペースは1956年から1990年に比べ、1990年から2001年には50%速くなっている。ある氷河の終端部近くから始まる流れの水量は60年前に比べて約2倍になっている。中国五番ウィキソースに本記事に関連した原文があります。 関山月反対中国語版、ウィキソースに本記事に関連した原文があります。関山月、ありがとうございます。